サモライです。それでは本日もやっていきますんでよろしくお願いいたします。前回はポケモンのね、ダクマ、こいつをもらったんで、まずはどうしようかな。メスなんだ。強さ見ていこう。はい、ダクマ格闘タイプ。特攻が低くて防御が上がる感じだね。で、精神力、鍛えられた精神によって相手の攻撃にひるまない。なるほど、さすがだね、ひるまないって。覚えてる技はこちら、曰くだけにらみつける、こらえる、気合ダメってことなんですが、こっから一緒に育てるのもいいんだけど、努力値をちょっと考えたい。あと性格ね、これをじゃあちょっといじっていきます。まずは意地っ張りミントを与えて攻撃が上がりやすくして、特攻が上がりにくくします。はい、ダクマにしよう。能力を変化させますか。これで、ダクマの能力に変化が起きました。攻撃が上がりやすくなりましたね。この状態でさらに上げていきます。まずはタウリンだね。攻撃の基礎ポイントを上げるもの、この辺を、マックス26個上げていきます。この辺の解説は私の動画の、無限ダイナの育成方法だったかなって感じのやつで説明していますんで、概要欄に貼っときますんでね、ぜひそちらで、見てみてください。こういう育て方がわかります。はい、で最後にマックスアップ。これで、攻撃と、素早さが特化したダクマがねできました。はい、じゃあこの状態、おお、かわいいね。お、なんだ、おお、すごい、なんかやってくれた。じゃああとは、どこ行けばいいんだ。タウンマップ見てみよう。はい、タウンマップで下の方だな。はい、自転車に乗って行ってみよう。さあ何があるか。絶景ポイントがあるっていう話だったけど、絶景ポイントはどこ。ちょっと探します。あ、いた、じっちゃん。はい、およよ、サモライチンとダクマの今の関係は結構ね、仲良しちゃんになってきたね。キャンプで遊んであげるのもフレンドリーの鉄板だよん。鎧塔のビューポイントをタウンマップに目印をつけたから一緒に景観を、景色を楽しもう。あっそう、ちょっと行ってみよう。ここを左に行けばいいのかな。どうなんだろうな。いけ、うわ、ぶね、やっちまったー、やっちまったぜ、バッフロン。やべえ、ダクマじゃ勝てねえ。ダクマさんじゃ勝てないよ。よし、なんとか倒した。これでレベルかなり上がっちゃったんじゃない。ね。どうなの、よいしょ。すごいすごいすごい、1万ってやばいね。おお、すごいすごい、めちゃめちゃ上がる。21、すげえ。これが楽しいね。ツバメ返しだって。ツバメ返し。まあいいや、とりあえず睨みつけるあたりは使わないしね。その辺はやっとくか。はい。あと何覚える？ツバメ返し、怖い顔。これはいいや。はい、頭突き。もう後から覚えるからいい。あ、そんなもんか。オッケー。ってどこ行けばいい？わからんな。何あれ？なんかすごい勢いで走ってきてない？何こいつ？何これ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 、サメ肌。サメ肌。おー、やべやべ、めちゃめちゃ早かった今。あ、待った、いたいた。つは普通にいいんだ、目の前に。サモライさん、ここから素敵な景色が見れるっすよ。ダクマと一緒に見てみないっすか。あ、こういう感じで入り口に立ってんのね。お、あ、めっちゃ見た今、ついさっきこの景色めっちゃ見たわ。おう、ダクマと目いっぱい仲良くなれた。胸を張って師匠に報告できそうだ。できそうだって。そうなんだ。じゃあ師匠のとこ行ってみるね、ダクマ。行くって。よし。さあ、来ましたけど、どうなんだろうね。まだそんなにやってないけど。およよ、今の関係は、お、ベアマ。あ、行った、もしかして。うんうん、ものすごく仲良しちゃんになったわね。記憶強く触ってるし、素晴らしいことだね。今のチミたちなら、うん。二人とも、わしちゃんについておいで。もう変わったぞ、雰囲気が。おー、なんだ？
さあ行くか、ダクマ。ダクマと一緒に進む未来。何が待ち受けるか、テク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 、言ってくスタイルです。はい。なんだろうね。お、ふぃ、この辺りでいいかね。何が？サムライ人のダクマ、もっと強くなりたいなら、ダクマ専用の修行場、修行場、双剣の塔に挑んじゃいなよ。青いのは水の塔。赤いのは悪の塔。登れるのはどちらか一つの塔のみ。選んだ塔によってダクマの格闘の方が、っていうかタイプが決まるから、よう考えて選んでね。どっちも5階建てで、各部屋に強者が、強者が待ち構えているから、ダクマのレベルをしっかり上げて準備してから登りなさいな。双剣の塔はどっちも集中の森から行けるよ。自転車で川を突っ切れるならもっと近道あるかもね。君たちが塔のてっぺんにたどり着くこと。わっしゃん、楽しみにしてるよ。ということで。あっそう。行く？連撃が水の塔なんだよね。そう。で、俺がなりたいのは、あれだ。一撃の方にしたいんで、そっちに進みたいと思います。迷いの森から行けるって言ったらね。じゃあそっちちょっと向かって、危ねえ。危ない危ない。ちょっと待って。このまま行くとさ、俺、ダクマで戦闘する感じになるのか。わかった。ちょっとレベル上げるか。よし。経験の飴。XL をね、ダクマさんに使用していきます。さあ、まあ何個だ ?41 個でいけんのか。じゃあ、とりあえず30、35個ぐらい与えとこう。はい。うぃー。95。めちゃめちゃ上がった。超上がったね。強い。ビルドアップを覚えたい。ビルドアップはいいや。はい。あとは、アイアンヘッドを覚えたい。アイアンヘッドはいいね。鋼タイプの技も覚えると。瓦割りと岩砕き。岩砕きはいいかな。オッケー。はい。インファイト覚えないかな。進化しなきゃ無理か。おい。爆裂パンチ。おー、爆裂パンチ。爆裂パンチ、爆裂パンチ。これちょっと使いどころ選びすぎる。うん、今はいいや。カウンターも今はいい。忘れさせない。はい、インファイト。来た来た来た。この技が欲しかった。瓦割りの代わりに、いや、待て。ツバメ返しは、必要。見切りを、とりあえず進むだけだからな。今はいいや。インファイト、覚えました。はい、気合パンチ、気合パンチ、めっちゃ覚えるね。気合パンチも、今はいいや。オッケー。大丈夫。はい。よし、95レベルダクマと一緒に、向かいましょう。で、どっち行けばいい？とりあえず耳っぽいよな。悪の塔。あ、ピカチュウ。ピカチュウがいらっしゃる。悪の塔に行きたいんだよね。どうやって行くの？こっから行くって言ったよね。こっちか？こっちっぽいぞ。あ、違う。アイテムが置いてある。なんだ？リーフの石。やった、ゲットです。じゃあ、とりあえず右に向かって進めば大丈夫かな？お。あれだ。いたぞ、お姉さんだ。こっちかな？あ、あれ？何いた今？今なんかいたね。こっちか。どんどん先進んでみよう。これか？あ、ここっぽいね。ここっぽい。よーし、来た来た。じゃあ、チャレンジロード、鎧の塔、ここを登ってきたい。古女風がいた。欲しい。後でゲットしよう。エアームドもいる。すごいすごい。めっちゃ飛んでるじゃん。悪の塔行ってみっかんじゃ。はい。来ました。よーし。いやー、5階建ての悪の塔。ここを制することで、私は強くなれるのか。早速、進んでいきます。よし、行くぜ。侍さん、師匠から聞いております。こちらは悪の塔。ダクマ専用の修行場ですので、手持ちのダクマ1匹にして挑戦してください。マジで？あ、そうなんだ。え？あ、マジで？ 1 匹じゃなきゃいけないんだ。嘘。いける？
とりあえず一匹にしてきました。100レベルにしなくて大丈夫かな。ちょっとしたい気もしてきたけど。ここ開くのと、はい、ダクマのレベルが70あれば、70あれば、そうなの。あ、もう一方の塔にはね行けなくなるんだ。オッケー。こっちに登ります。はい、うん、いいと思う。よろしくお願いします。マジか、もう向こうには戻れないんだ。いやー、強そう。これさ、後ろ行っちゃダメなの。行けそうなんだけど。あ、ダメだ。避けて登ることはできない。ダメだね。完全に待ち構えてる。笑われた。よーし、やるぞ。正しいことを追い求むだけでは己の幅は広がらぬ。何？生殖汗飲んだ技であなたを染めてあげて見せましょう。難しい言葉使わないで。よし、マスター道場の門下生が勝負を仕掛けてきた。さあ、道路は、まあこの辺はね、私のポケモン、お、すごい、何今の移動。いけるよね。だって、あ、不意打ちとかやってくるの？それはちょっと痛いわ。オッケー。瓦割り。こっちはね、努力値振ってるんだよ。負けるわけがないだろう。よし。とりあえず大丈夫。ケッケチケット。あ、勝った。これでいいんだ。やったぜ。5200円巻き上げた。さあ、お見事。2階にお進みください。やったぜ。行くぞ、たくま。さあ次、女性だね。はい、よろしく。悪の道に強ければまた善の道にも強し。悪道を知り尽くした我が最善の力お見せします。マジ。悪道に行ったんだね。門下生が勝負を仕掛けてきた。ズルック、よし、効果は抜群だぜ。さあ行っておいで、ダクマ。よーし、行こうぜ。じゃあ、ダクマさん。さあ、効果は抜群だ。何をやっても効果は抜群だ。これ強くしすぎたか？瓦割り。よっしゃ、オッケー。ズルックを倒しました。効果は抜群だ。やったぜ。よーし、次は何を出してくる？一匹か。あ、この感じで剣だったらいいね。あ、いけそう、いけそう。どうだろう。なんか最後だけめちゃめちゃ強いやつを出してくるとか、そういうオチはやめてほしいところだけど。ね。さあ来ました。1回と同じ顔してない。はい、よろしくお願いします。人さまよい歩きし道も一寸先は漆黒の闇。なんだよ。何が言いたい。よし、ドレッドさんが勝負を仕掛けてきた。まあいいか。ああ、あんま好きじゃねえこのモンスター。オッケー、行っておいで、ダークマン。この動きいいね。今の動きを。瓦割り。これでいいね。とりあえず瓦割っとけば、いけそう。いけそうな気がする。よっしゃ、割ってきます。おー、スマイルがいいね。じゃあ、このまま4階まで行きますか。はい。大丈夫そうだね。4階も多分、こんな感じだと思う。あー、またあったぞ。2階であったぞ、君は。あれ、5階そしたらさ、じいちゃんの気がする。ハッチリ？何？ハッチリ船にいい風は、戻りし船に悪し。絶対違う。絶対読み方違う。悪とは普遍のものではない。その、ぜぜひひ？もう見定まれられるか？何？何を言ってんの？わかんないわかんない。ひらがなにしようかな。ワルビル。あ、ワルビルいいね。いいモンスターだ。こいつの進化系もまあまあ好きだわ。ワルビアルって言うんですけど。よし、瓦割っとこう。守られた。あ、でも、あ、ダメか。これはリフレクターとかか。割れるのは。ダメだね。よし。じゃあもう一発割っときます。瓦割り。よし、効果は抜群だ。はい、沈めた。どうよ、うちのダクマ。そんな、ね、いろいろ経験したわけじゃないんだけどさ。飴舐めたら強くなったわ。お見事、あの方の待つ最上階へお進みください。うん、じいさんだろ。じいさんだろ。
絶対じいさんだ。じいさんしかいないもん。ほら。なんて書いたんだろう、後ろ。悪み。違うか？よし。さあ、わかってた。来たのね。君なら、こっちの悪の塔を選ぶと思って待ってたよ。いや、あっちは誰だったんだ、ちなみに。侍チームも、タクモンも、お疲れ様ね。ビアマ。おう。最後の相手はワッシャン。久々、ちょっと本気出しちゃおうかな。本気モードか。水も、清すぎれば、ウオポケモン済まず。最後の悪の極意、ワッシャン直々に授けよう。さあ、なんだ？何を持ってくる？うわ、怖っ。うわ、すげえ。あ、進化した。お、すげえ、めっちゃかっこいいじゃん。道場主のマスタードが勝負を仕掛けてきた。本気モードじゃん。ハイパーボール持ってる。ハイパーボールかな？ハイパーボールだな。お、ダークマ。ダークマにはダークマをか。なるほど。この勝負、負けるわけにはいかない。はい。お主らには、本気の姿で向き合わねばな。さあ、五感を研ぎ澄ませ、戦いの中で成長せよ。うわ、70レベルのダークマだって。え、ちょっと待って、どうしよう。これは、効果は抜群の、つばめ返していきたいところではあるが、私はインファイトで挑みます。さあ、ダークマのインファイト。よーし、俺の全身全霊を込めたインファイトが、あ、なんだと、気合い助けか。うわ、やられた。うわ、防御が下がった。まずい。はは、やべやべ。こいつはまずいぞ。なんで来る？あ、やべえ！つばめ返された！くぅ、痛え！効果は抜群だ。さあ、もう一発。行くぜ！おら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 ！よし、勝った。いい勝負だ。危ねえ、冷や汗が止まんねえよ。よし、道場主はマスタードの勝負に勝った。いや、強かったね。さすがだ、マスタード。うわぁ、こんな強い感じだったのね。若者の成長には、いつも目を見張るばかりだ。お、1万4000ゲット。やった、ありがとう、じいさん。お。お主ら、よく頑張った。お、やった、ダクマ。よっしゃよーし、やったね。もうめっちゃやってんじゃん、インファイト。メガドンキック。インファイト。やったやった。これで進化ですか？あなた。その可愛い姿もいいんだけどな。ふはは、やはり侍を信じてよかったぞ。よくぞ、よくぞここまで、ダクモンを育ててくれた。はるか昔、マナ弟子のダンテもこの修行に挑んだが、道に迷って塔までたどり着けなかったからな。あ、なるほど。なるほど。そやつを、悪の掛け軸を見せてやってくれい。さあ。これか。悪み。おい。なんで書いてあんの？もう悪みとしか見えないんだけど。はい、進化させます。うん。ベア。ベア、アーマー。ん？ん？ひらめいた。ペベアー。なんと、掛け声とともに進化が始まりました。おや、ダグマの様子が。キャンセルしたいところだけど、そんなことしちゃダメだろうな。ここで。出たー、ウーラオス。いいね、かっこよくなった。おめでとう。ダクマはウーラオスに進化した。はい、進化しました。ウーラオスです。よし。ウーラオス、拳法ポケモン、一撃必殺が新庄、相手の懐に飛び込み、鍛えられた拳を叩き込む。よし。ウーラオスは新しく暗黒強打を覚えたい。めっちゃ強そうじゃないそれ。暗黒強打だって。うわ、やば。悪の型を極めし、強烈な一撃、必ず やば。必ず急所に当たるってやばくない？え、マジで？あ、強ー。え、瓦割り、いいや、もう、そしたら。
あ、すごいね。めっちゃいい技覚えてんじゃん。超強くないこれ。暗黒強打。覚えました。すご。見るがよい。これこそがウーラオス。どんな歩行もほふる頑強な鎧。悪の型を極めし姿ぞ。ビアーク。悪なんだね。わしの後ろに隠れていたチビスケが立派になりよって、誰かの成長を目の当たりにするのは、いくつになっても嬉しいものだな。サモライ、ウーラオスよ。本当にありがとう。おっと、忘れるとこだった。わし、ん?本気のわしと、し合ったものにだけ渡しているのだ。お、リングカード。やった、ありがとうございます。それでは道場まで帰るとするか。ありがとう。マスタード強いね。申し分ない強さ。そろそろ来る間な。何が?え?何が?まだある。なんかあるっぽいぞ。さあ、戻ってきました。私の裏、うわ、身長抜かれた。うん、ごめん。身長抜かれたわ。一瞬、出会ったばかりなのに。あ、あれ?出た!うわ、ホップじゃん。おお、どうしたどうした、道場での修行頑張ってるみたいだな。え、なんで、へへへ、いいリアクションだな。さすが侍だぞ。俺、ダイマックスの調査でさ、しばらく鎧島にいるんだ。うふふ、二人はお友達なんだってね。ホップチン、鎧島でキャンプする許可を取りに来てくれたんだけど、大変だし、道場に泊まればって話したのよ。すんごく助かるけど、みんな迷惑にならないかな。マスター道場はいつでも誰でもウェルカムだよ。それにダンテチンの弟ならわしちゃんたちにも家族だからね。そっか、小さい頃兄貴もこの道場に。マスターさん、やっぱりこれしばらく厄介になるよ。おお、イエーイ、もちろん OK、 にぎやかで楽しくなりそうだね。ところでサムライチン、ダクマが進化したポケモンウーラオスについて教えるね。ウーラオスは巨大マックスの可能性を秘めてるんだけど、大キノコの風味が苦手で大スープ飲めないんだよ。鎧島で取れるあるものをスープに入れれば飲んでくれるようになるんだけども、そのあるものとは、あるものとは、あるものとは、ごくり。うそーん。忘れちゃったよーん。そりゃないぞ。ふふふ、ダンテチンよりノリがいいね。ウーラオスが大スープを、飲んでくれるようになるあるものは、ポケモンが関係してるよ。せっかくだから二人で一緒に考えて探してみてね。じゃあ、そんな感じでヨロピク。マジで?そういう感じなの?いつもこういう修行してるのか?半端に聞いちゃって、俺もあるものが気になってたぞ。そういえば、ウーラオスって多分本で読んだことがある。確か遠い地方の山岳地帯に住んでいる、憲法ポケモンだよな。ポップすごい。いや、たまたま最近外国のポケモンを調べてさ。確かウーラオスってのは粘り気が強い蜜が大好物だったよな。サモライ、蜜といえば植物。植物といえば森だ。ダイマックスの調査にもなるし、俺も手伝ってやるぞ。湿地帯の先にある森まで競争だぞ。また競争かよ。ポップ、好きだね。そうですか。わかりましたよ。ってことでね、これからホップくんと一緒に行くんですね。はい。で、ウーラスに進化したんで、ね。強そうだね。ほんと。ね、まあいいや。よし。じゃあ、今日はこの辺で終わって、また次回頑張りたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。